壊れちゃった。はい、ただいま戻りました。でその散歩に行ったりカラオケできるかなと思って曲を練習したりしてました。今日はその2曲歌えたらいいなと思います。歌え2曲練習してきたけど、私はその曲を1話しか知らないので2番が全然違うよって思うかもしれないけど、温かい目で見てくださいっていう話。まあ2時間あるんでまだしません。まだしないですね。本当にカラオケ配信苦手なんです。知ってると思うけど、失敗したらもう本当に一生引きずるし、うん、あかぼちゃどうもありがとうございます。なんか前髪気持ち悪、うん、トリコのみんなが優しいのは知ってるんだけど、アンナが気に入らないっていうだけなの。自分の中で納得がいかないから嫌なの。え、なんか髪切りもなんで？ちょっと、あもうあ絡まってない、なんか変に束になってて私は好きじゃないですこの髪型。うんうん。完璧主義すぎ？そんなことはないが、ちょっと引きずる多少は。なんか4期みんな配信してるからいいね、にぎやかんだね。暇だなと思ったらさ、4期が配信してるからなんかいいね。リップ塗ってくの忘れたな、いっか。さっきいっぱい話したからみんな一斉に配信したら見れないけどね。まあアンナさんが配信したらアンナさんのとこ来るんでしょ。知ってると。結婚して、まあ結婚はできないかな。ちょっと話すことがないな。なんかある？なんか話したいことある？結婚条件年収1000万以上。何それ。言ったことないんだけど。びっくり。ちょっと待って、カラオケするかもって書いとこ。まあするんだけどね、組を持たせておこうかなって。だからさ、これさ、これ何、これこの赤と青の風船、気の抜けた風船みたいなの何ですかこれ。何、今回の意気込みについて。ラッキーウィークでーす、頑張ります。言ったことなかったのか安心した。言ってたらダメってこと。私の結婚条件1000万以上、年収1000万以上の方ですって言ったら嫌なの。
そしたら不安になっちゃうの。年収1000万以上はちょっとね、ハードル高いよね。生誕って犬じゃなくて猫の理由。猫の理由はアンナさんが猫みたいだって言われるからです。犬よりも猫みたいだって言われることの方が多いので、ひろかとかによくアンナは黒猫みたいだって言われるんで黒猫にしてみました。ただそれだけです実はそれだけ、な深い理由はないんです。黒猫可愛いし描きやすいなと思って。最近メンバー4期のメンバーに言われるのは、お金持ちのお家にいる猫です。お金持ちのお家で飼われてる猫だよねって言われます。ナギとかサホからなんだそれアビシニアンっぽい。わかんないの、わかんないの出してこないで。わかんないよ。何それ、聞いたことないんだけど。わかる、言いたいことはわかる。あ、そうなんだ。そうっぽいです。ありがとうございます。褒め言葉かな。ギリ褒め言葉。あんちゃん。褒めてんだ。じゃあよかった。めっちゃ褒め言葉？本当？本気で？お嬢様なんですか？いや全然普通にお嬢様じゃないです。ガツガツしてない。ガツガツ？野良猫ってこと？ガツガツって。え？黒猫の生写真、本当に最初の方の2月とかに売られたやつ？黒猫のやつはなんか好評だった覚えはあります。人気っていうか、まあ黒猫のビジュアルが良かったらしい。たぬき顔になりたいとは思わないけど、たぬき顔の方が可愛いですよね、猫より。あんま猫っぽいって言われて嬉しい派あんまいなそう。今また同じ衣装着たら、え、撮り直ししたいよね。最初の頃のあのビジュアル勘弁してほしい。初期ビジュアクスタもね、初期ビジュアクスタほんと嫌だったんだけど、何あれマジで、何あれ、ブサイクすぎんだけど。だから私がその初期ビジュもう徹底的に嫌うから、みんなもね気にしてくれてさ、見せないようにしてくれてんだよね私に。ありがとう、心遣いありがとうございます。なんかね、前髪もアシンメトリーみたいになってて気持ち悪いし、あのアイラインもほとんど消えてるってか、メイクさんに落とされた状態で撮ってるんで、目もちっちゃいし、オレンジみたいなリップしてるし、嫌なんです初期ビジュ本気で。はい、ちょっとそうだから勘弁してね。次の本当にだから壁写撮影とかガチで気合い入れる。もうね、なんだろう、撮る2ヶ月前とかから行ってほしい。ダイエットするし、あのなんか送信 S とか行こうかなメイクさん消すの、あなんか最初だからって言ってなんか消されたアイライン、みんな消されてなかったのに私だけアイラインほぼほぼ皆無で撮りました。であと黒目が小さすぎるから、ここにあの入れるの、黒い線を、なんか黒いアイシャドウみたいなのでまぶたの下と
上に黒い線描かれて、そんな目ちっちゃいかって思ってショックなんです。だからトラウマだしコンプレックス黒い線描かれた思い出ありますね。なんか初期はメイクが今よりも薄かったのもある。漏れない、そりゃそりゃそうだ、んそりゃそりゃあ、まあ漏れないよね。今ちょっとメイク濃くなりました、最初よりまつげとか。あと松葉行きたいな。松葉行きたいんですよ。まつげビューラーあげるのさめんどくさいからさそんな理由って思うかもしらんけど。だからやりたいこといっぱいある。結構これかわいいね。飴きゃ、ん？これなんだこれ。お菓子か。トリックはトリートか。トリートってことですか。流れ星。ハロウィン近い。トリートください。トリートはトリートっすね。ハロウィン。コスプレしたいね、ハロウィン。ハロウィンか。ハロウィンでコスプレって全然したことないな。お菓子の要求のみ、本当に。あ、ダイエットしてるからやっぱやめてください。お菓子の好みは？駄菓子が好きです。駄菓子も好きだし。グミも好き。あとで言おうかな。壁じゃめし、あ、聞いたことある。ゆめさんのストイックですよね。なんか先輩方そういうの見習って、私もきなこ棒箱買いした。私も今日きなこ棒いただきました。私もきなこ棒いただきました今日あれさ作れそうだなって思わない？きなこと黒蜜でさ普通に作れそう、お家とかで。まあ、買った方が美味しいに決まってるけど。それはもう歌っちゃおうかな。ちょっと忘れちゃいそうで怖いんだよな。どう思う？私が必死に覚えた2番忘れちゃったら嫌じゃん水飴のきなこ、水飴ときなこか。黒蜜もないと黒蜜味がするんです。だから水飴ときなこと黒蜜。でもあんまりまだ見てない人もいるかな。もうちょっと待つ。ちょっと心配なんですよ、私一生懸命覚えてもすぐ忘れちゃうからさ。てかまだある、これ。ちなみに何を歌うかちょっと予想してみてください。2曲あります。え、もう忘れてきたかも笑えない、どうしよう。自信がない方から歌いますか。ちょっと一旦歌詞見てみるとかね。私1台しかスマホがないから、もう1台で
あの確認とかできないんで、ちょっと最悪いっぱい歌いたいのあるんですよね。間違えたあ、まだだった。まだ歌詞すら見れない。最悪。もう。違うじゃん、おねえ。おねえ、これ歌えないよ。これタイプ A のやつ。今虫の退治してるから早くして。 C のないの C。 あの C の、ああ虫の退治してんだって。でかい夕飯食べた。それおかえり。ピンク似合う。いや、ただのパジャマだな。気まずい。ユウが今虫の退治してんの。でかい。でかい。でかくない。気持ち悪い。写真撮っといて。写真そうです。 iPhone15 なのでタイプ C なんです。ほい。うん、虫好きなの。全然好きじゃないです。人が倒してる分には面白いから。最低なこと言っちゃった。やばい。どこで見んの？歌詞ってどこで見んの？あれ？あれ歌詞どこ？歌詞どこ？歌詞どこ？あれ見れないっけこれ歌詞って。え、見れるよね。じゃん。見れなくなってるんですか歌詞は。ちょっと勘弁してください。思い出すね。ちょっとタイミング、その歌うさ、なんかさ、一番なんか大体私ワンハーフしか知らないんですよ楽曲の。だから2番で、例えば1番がこういう音程だったのに2番でいきなりそのちょっとうんって変えるテンポとか歌う言葉の数とかを変えると分かんなくなっちゃうから、ちょっとやってみますか。一曲やってみっか。もうやんないと分かんないしね。2番でリズム変えられたくないんですよこっちは。え、どうしよう、やりたくなくなってきちゃった。やっちゃうか。え、緊張してきた。やるね。合図した。ルカスアレ
誰と付き合っていたか。僕は嫉妬深くて器も小さすぎる。過去のことも許せないんだ。来た。もしも目の前に彼がやってきたら、愛のために戦おう。難しいね。あの間違えたことも分かってないし、分かってるけど、そのはい、すいません。あの2番2番って思ったら1番で間違えた。うつなりそう。じゃあもう終わらせちゃおうかな、2曲。なんならね、なんならね、あのちゃんと1日1曲くらいはできるようにさ、練習しておきたいけどさ、ちょっとさ難しいじゃん。私2番が苦手だからさ、いろいろ曲が。あとあんまり知らないさ、あんま歌ったことない曲、今回のウィークで歌いたいし。でもこれはお姉がよく歌ってるから知ってはいた、楽曲自体知ってはいた。なんか歌える曲ないかな。2曲だと少ないと思ってきちゃった。今更すぎ。歌詞を見るのがないんだな。歌詞が見れないんだな。なぜだ、なぜ見れない。歌詞が終わってる。歌詞見れないと歌えるかもわかんないわ。じゃあ一旦やめるね。一旦やめよ。少ないよ。あ、少ないとか言って。どうしよう。もう一曲やっちゃう。一曲やっちゃう。ねえ、おねえ見てるかな。ちょっと待ってね、一回やめて、一回やめて、あっ、ごめんなさい、止まってないですか。ちょっと待っててね、ちょっとさ、待っててね。
iPad のパスワード、歌詞調べたい。なんで今更目つぶんなきゃいけないの。入ったの。ゲッチュ、ゲッチュしてきました。やべ、席立ったから、やべ、ごめんなさい、間違った、席立たないようにしてたのに。ありがとうございます。みんながコメント してるから気づけるね。 OKOK、 ありがとう。 I love you のやつやんね。 I love you タワーって呼ぼう。今は青の色。ありがとう。ありがとう。サイレントブーって書いてある。サイレントブーです。ありがとう。ありがたわやっぱ消える前に調べないといけない。あ、久しぶり、この iPad 使うの。ちょっとちょっと歌えるか、高さ的な心配があって、高さ的な心配としては歌えるかがわからないけど、歌詞は多分いけるんで、歌う予定ではなかったものを歌いたいと思いますもう本当に無理だ、声が出ないよってなったらやめますねどうしてもきつきつって思ったら無理、ごめんって言ってやめます。一旦ね、やってみる。歌詞は多分いける。
は変わらない、眺める自分だけが変わった、大人になるということは何かになれることですか、刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る、私は今どこにいるんだろう、頑張りました。なんか本当はどんどんさ出てきて先輩たちが代わる代わる言うセリフをさ自分一人で言ったらそれ恥ずかしいよね。まやりきりました、しんどかった、間違えた、よし、いける、残りの1曲いける気がします、いける気がしてきた。あ、そういえば最近全然違う話になっちゃうんですけど、私結構小さな頃からパソコンをポチポチしていたので、キーボードの例えば K がどこの場所にあるとか、例えば N がどこの場所にあるとか、だいたい手癖で覚えてるじゃないですか。それってパソコンをあんまり触らない人は分かんないじゃないですか。だからこれ特技だと思ってて、自分のだからパソコンがなくてもどこの場所で何があるか覚えてれば打てるじゃないですか。こうやってそれをひろかに言ったんですよ、なんかそれ特技かもって言って、なんか私それが得意かもしれないって言ったら、それみんなできるよって言われて、みんなできるのと思って、私はショックを受けました。みんなできるものなんだって思って、あ、なんか特技なんだとか言っちゃった自分が恥ずかしいでした。みんなできるんだって、恥ずかしい、特技とか言って、へへへ、怖い。前イベントでタイピングゲームしたのに、お恥ずかしいことに、はい、しました。今日もしようかな、時間が余ったら、久々に。みんなつまんないよね、そんな配信。できない、できないですか。よし、じゃあ特技だ、アンナの特技にします。竹友さん、タワーありがたわ、どうしたんですか竹友さん、ありがたわ、ハロウィンのやつ、ありがたわ、書きますね、いた、よっ、
ハロウィンだと、てかショールームのタワーかわいいよね。ありがとう。はい、ありがとう。ありがたわ。ハロウィンですね。かわいい。なんかルームのさ壁紙みたいな、なんか頑張ってね。ありがとうルームの壁紙みたいなのもかわいいよね。ハロウィンのやつ仕様になっててさ、いい気持ち。緑いいね、発色が。ちょっとだから他のグループさんの何の話したっけ。あータイピングの話か。ちょっとあとで時間持ったらやろうかななんてもう今日のカラオケ歌っちゃおうかな。どうする。あと1曲しか残ってないんだけど、自分のキャパ候補はまだあるけど、ウィークやらなきゃいけないから残しておきたいじゃん。今日の持ち曲はあと1曲なんです。みんな見てる？あと1曲を2回歌っちゃう？ 2 回聴いても面白くないでしょ2回聴いても面白くないよ。ちょっとちょっと、はいはいはい、間違えた。見えてるよって何？あ、見てるよ。あ、そういうことか。みんな見てるって聞いたからか。私の画面が見えてるのかと思った。別に見えててもいいんだけど、歌詞調べてただけ。シェカラシカも歌おうかと思ったんだけどさ、シェカラシカを一人で歌うのなかなかシュールだなと思ったからやめた。もう歌っちゃって、あとは私のお遊び時間にしていいですか何の配信って感じだけど、もうちょっと不安要素は消したいので歌っときます。シェカラシカ多分あったと思います。やりたいと思います。惚れた人がラッキーだったってことで、ポンコツ、え、ポンコツか。ちょっと待って、ありはするよね。ポンコツ2番歌えたっけ。そう、なんか披露する楽曲がワンハだから2番歌えないことが多いです正直な話。待って、めっちゃ声ガラガラじゃない？どういうこと？うん、ポンコツね、歌えたら歌いたいよね。ちょっと練習しとこうかごめんなさい、うるさいかな。喉になんかいたね、いたね、うん、あ、いけるわポンコツいけるけど、それを今日やるかやらないかは後で決めます。ポンコツは後で決めますしね。これいけるか。いけます。無理かも。いけます。ちょっと待って。
フェイントかけてるみたいでごめんなさい。いきます。明日車輪君が通っているのに、駅のホームで素顔、僕は間に合わなかったと。追い街へ向かう噂聞いていたけど、まさかこんなに急だと知らなかったよ。さよなら追いは自分です。今日一あんま苦しくなく歌えたかも。今日一失敗しなかったです。よしよしよし、さすが、よかった。これはブースティーぶり、つまり13日に披露したから1週間と1日ぶりです。え、もう1週間てかまだ1週間かも。結構私前の記憶かも。これ
楽しかったなブスティ、楽しかったな。大人列車は2番がそんなに変わってる部分があんまなかったね。行けました。よし、今日の心配事はなくなりました。HKT さんの曲たくさん聴いた。なんかアンコールとか自分が出る曲の歌詞めっちゃ心配だったんで聴きました。めっちゃ上がりました。よかったー、よかったです。でもな、難しいんですよ。なんか結構うんうんってなる歌詞が多いんです。なんかあ、ここはこうだったのにこっちだとそうなるんだとか、早送りカレンダーとか難しかったです。楽しかった。ポンコツはちょっと後での気分かなって思います、今は。うん、喉がカチーン、喉がカチーンってしてます。2番はねポンコツあんまやることないからね。今回もワンハンだったので仕方なくだよね。みんなの荷物は、これは1番2番あ変わるわ。絶対にありえないミス食ったくない、それが、あ、リズムが違うな。けどなんかあんまりこれ言ったかわかんないですけど、言ったかわかんないですけど、最終審査のあのダンス審査これだったんですよ。ポンコツだったんです。これ他の4期行ったことあるかな、聞いたことあるかな、これだったんですよね。難しかった。難しくて涙出そうだった。聞いたことあります。よかった。なんか自分が初出しの情報ってなんかね、ちょっと言っていいのかなってなるじゃないですか。言ったためしに言ってみた。これでした、ポンコツでした。お姉とマックスか、なんだったっけ、マックスか NGT か、いや青春時計か、まあまあ予想してたんですよ。結構これがこれじゃないみたいな、ありがとう、これがこれじゃないみたいな予想はしてて、全然違うところでえ、ポンコツとか言って結構びっくりしました。ポンコツか、全然予習してないなって。1時間ぐらい振り入れをしていただいて、みんな同じ振りを踊るんですけどね、難しかったねこれね。イントロもむずいんだよ、そのダンス未経験なもんだから。1時間でそのワンコーラスちょっとやばすぎて、しかも分かんなくてもここ分かんないって聞けないから、ニュアンスだよね。めっちゃ緊張しました。それチャン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 、こっからやってたもん。センターぶりを教えてもらってて、タン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 、もう全部踊る。タラララララタラタラタタラタタラタタタラ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 タタタラタタラタ、もう全部やる。センターぶりを全部入れてもらってやったみたいな。4期生オーディションの様子とかがさ、皆さんに見られてないっていうか公開されてないから、どこまで行っていいもんかって感じですよね。
三期生さんのやつはあのテレビで1時間あれば余裕、今なら多分1時間あればいけると思います。そうそう、じゃあこっちか、タラタラタ、キーでここに置いてアクセント入れてからやるとか。見たかったのに。私もです。え、私もですよ。そう、カメラはあったんですけど放送はされなかったですね。だからこのポンコツやったよっていうのも言っちゃダメかなって、言っていいよね。特に害はないよね。そう、楽しかったな。初めてフリーでみたいな感じ。インタビューも、あ、受かった後にインタビューあったな、けどまあ何もないな。4期生は何もなかったです。5期生はあるのかしら。なんかドキドキしてきた。なんか自分がさ、あの4期生の入る時にさ、すっごい緊張して、すっごい冷や汗かいてさ、のを思い出すね。オーディションって聞くと、うわー、すごいすごい緊張してきた。なんか自分が、なんでなんで自分が緊張してきた。なんか本当に思い出します、1年ちょい前とかを。ガチで怖かったな、待ってる時間が一番。なんか遠くの方で聞こえてくる候補曲の歌とか、自分が歌う前にもっと上手い子がいたりとか、歌った後にもっと上手い子がいたりとか、本当に過去一緊張レベルの話。これね、私二次審査3かな、いや何次審査まであったのか覚えてないんだけど、正直2かな、初めて対面の審、なんか面談みたいな、面接みたいなやつにの時、これも別に言って害ないと思うから言うんですけど、あの自分が一番誇れるものって何ですかって聞かれたんですよ。3人くらい一緒に、あれ言ったことあるっけ、これ、え、これ言ったことあります、あるか、ある気がしてきたな。覚えてるか、覚えてる、みんな。私何もないって言ったんですよ。何もないって言っちゃったって後から後悔はしたんですけど結構前に話したか。何もないって言って帰って、その話を親とかお姉にして、あ、それやばかったんだって後から思ったっていう話。確かに何か意地でも何か誇れるものを出せばよかったって思ったんですけど、なくて本当に。例えば忍耐力とか言っても別にあるわけじゃないし、まねっこはできないじゃないですか。私が一番最後に答える人だったから、ないです、あんまないんですけどとか言っちゃって、はい、落ちたなって思った。それ落ちたなって思ったな、それ、うん、なんとか受かったね、よかった。帰ってから今更ね不安になったって、はい、落ちなかったね、よかった。なんとかね、何かを組んでくれたのかな。わかんないけど、よかった、とりあえず。まあミステリアスかな、ミステリアス合格やったかな。他の子は何も分かんなかったな、オーディション期間中つって。絶
対こんなやつだと思って合格させてないだろうなもっとなんかあっただろうな、私に対する像が、うん、受かった時の家族の反応、そんなお祭りどんちゃん騒ぎじゃなかった気がする。あ、そうなんだ、おめでとう、そのぐらいあった気がするあれ、そんなもんって思った記憶あるもん。そんなに軽くないって思ったし、アメとじゃあ迎え行くわっつって、ああありがとう、はいって感じでしたねそう、もっと祝ってくれっていいじゃないのって思ったけど、まあね、そういうこともあるよねフ冷めてる家族とかではないです。まあ一発目が私じゃなかったのもあるかもね。お姉別に受かってるし、お姉の子ね入社みたいなとこあるからね、ごめんなさい、こんな話の時にありがたわです。リュウさんありがたわ。ピンクに、はい。お姉の反応、お姉それこそ何も言ってこなかったし、別に。ハロウィンクマタワー、このペンの太い方のやつ好き。あ、でも私タワーって文字苦手。ありがとう。はい、トン、ありがとう、ありがとうわ。この製造いいな、私文字書くの好きだから、はい、おめでとう、ちょ、間違えたおめでとうおめでとうじゃない、ありがとうすみません、名前変わります。どういうこと、どういうこと、無音ってこと、え、どういうこと、名前変えるの、え、どういうことで、その名前しか知らないよ。おめでとう、違いました、ありがとうですありがとうわ。はい、あー、そういうことか、なるほどね、オッケーオッケー。ちょっと名前の呼び方、壇上の時にあれだね、よくお姉とかが言ってるやつ。字綺麗だね。いや、そんなことないです。なんか習字やってた頃より全然丸文字になったなって感じします。あと字がうまく書けるペンと書けないペンがすごい差があるってなったところですね。ちょっとオッケーオッケー、グー、間違えた、グー、さっきからごめんね、ほれ、寝ました。練習あるのみだね。そうね、ペンの相性、そう、シャーペンとかボールペンとかさ、あんな猫を描きたいな。簡単だけど、え、なんか違う横すぎ、でっかく書いちゃった。最悪。ちっちゃく書くか。あ、来た来た。じゃん。あんま上手に描けなかったな。ちゃん下手くそ。
そうだから、ね、すぐ隠した。目が可愛いでしょ、あんなモチーフです。右目の方が好きです。自分は左目のよりも右目の方が好きですね。右目の方がちょっとだけ垂れてます。ちょっとだけ大きくてちょっとだけ垂れてます。右目の方が、わかる？わかる？言いたいこと。右目の方がちょっとだけ大きくてちょっとだけ垂れてる。真正面向かんとこうか。わかる？わかる？うん、そうそう。だからね、メイクする時もね、こっちの方がね、垂れ目にアイライン引いてる。そう、あんま左右対称ではないんで、右目の方が好きです。一発でポンって分かるほどの差ではないんだけど、そうそう、ちょっと違うから。ふうふう、ちょっとタイピングしたくなっちゃった。してもいいですか？ちょっとだけ、2回とかでやめる。いた！部屋汚すぎるの怒られちゃう。パジャマ、いた。本当にショールームのエスカワイイの以来ぐらいしかやってない。これお姉と色っち、これお姉コーンです。アンがピンクでお姉がコーン。え、あ、充電あった。あら、かわいいのが、クマさんがありがとう。そうですね、今日は一発得。あの時はマウントってすみません。いいよ、謝る気なさそうな謝り方やな。すいません、私もこれからそう言おう。すいません。だってもう、あ、なんかちっちゃ、え、こんなちっちゃかったっけ、キーボード、あれ、神々しい音声が聞こえた。こうして、はい、うん、なんか無理かも今日。とりあえず頑張ります。ふんはんみたいな。いけるか。おお、頑張るぞ。これバンならないかな。音量下げとこう。あ、へえ、ちょっと待って。いい点取れましたよね。点じゃないから、お寿司だから。なんでやねん。ここか。え、なんかもっと音。あ、しよしよし。まずはお手軽にしますね。ちょっと缶。もっとここがいいから缶。いきます。久しぶり。ともちょっと上げて、あれ、また元に戻ってしまったよ。あ、来た来た来た。
やめてやめて。このタイミングでフォローされたんだろう。ありがとうございます。何もしてないのに。あ、納得のいかない数字なのでもう一回言っていいですか。600円でした。得でした。でもう一回やるね。ちょっと1000円いかないと、あ、私納得できないから。消された。またいきまーす。はい、どこどこ、ね、やばい集中力。バッテリーがないって。バッテリーがちょやばいバッテリーの電気切れちゃう。あった。ちょっと今日無理、手が動かないよ。寒くないのに部屋。こんな見るとずんぐりしてるからさ。なんとかして頑張れ。バッテリー頑張れ。よし、どこやったっけ。ここか、どこだったっけ。あ、来た充電できました。うわ、いやー、あ、ごめんなさい、足が。はい、やりまーす。バッテリーも頑張るから次はなんかうまくいく気がしてる。ふう、まだローディングしてる。ネットがラグかったんだよね。さっきラグくて、なんか打ってもパイコンって時差でね。行きます。喋ってる途中にごめんなさい。やめてやめてやめて。ちょっと無理、さっきより全然無理。もう一回やりまーす。2回とかどこ行ったって話。なんか得意な得意な文字の並びと
ちやすいなんか並びってあるじゃないですか。嫌だ、これ嫌い。打ちやすい並び、こう手が勝手に動くなら並びがあるじゃないですか。また600円やったな。ちょっと納得いかないです。私の全盛期どこ行ったって話。ごめんね、何もコメント呼ばなかったね。あ、応援してくれてそうだからもうちょっとやろっかじゃ誰が楽しいって私しか楽しくないんだよねこれ。みんなも一緒にやってね。無理か、私のこと見てるから。わーって、あれどこだったっけ。ひよこピーヨピーヨ、あれあれやばい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 。ひよこぴよぴよ。違う違う違う、もう手が動かなくなってきちゃったんだよ。ふー、ねーこ、うーた、しじみ、スルメ、モデル、バッター、初夢、鮮度、ひざほどる、笑い、ハリケーン、三段飛び、トイプードル、茶碗蒸し、バーゲンセール、サボテンの花、ジグソー、これ苦手だな、パズル、道に迷う、と、じゃ、ランペット、チンジュアルマジロ、掃除、これ好き、友達、友達、おお、あ、でも言ってないけどね、980円でした。腱鞘炎には気をつけてありがとうございます。980円あって口に出したらさ、うまくできるようになりました。腱鞘炎、アナはまだなってないですね。痛そうです。たまにふざけた文章出てきますよえ、そう、ちょっとじゃあちょっとさ、もう一回ね、なんか次いけそうな気がする。最後のが時間に間に合ってたらいけてたんですよ。全抜き、確かに。いきまーす。あーさ、ほい、ごめん、姉妹、誰、ナマズ、トンネル、ダメだ今回、鉄火巻き、シクラメン、
交通会勝利寺薬ひーひーダメだダメだダメだポキって折れたトランペット家族がへーへーへーなんか違うの開いちゃった鍋奉行よしよしやめようやめよう全然やめようやめようおいやめたふうお疲れみんな、 なんかあんまり面白くなかったお疲れポキって折れたって言われた楽しめた？うん、ちょっと楽しかった。うん。のりさん、ありがとう。こんなしょうもない配信で、ありがとう。何色がいいかな。じゃあ赤。ありがとう。ハロウィンク、なんですか？お。かぼちゃじゃないハロウィンのやつ何種類もあるんですか楽しめたないんじゃんありがとうございますのーりーさんハロウィンこれもハロウィンクマタワーになってしまうねあーわーありがたわクマ描いてみようかなクマ描いてみるかクマ、うんめったくそじゃーんこれくあ後ろには私の猫の失敗作が見えちゃうありがとうこれクマですこれテッドくんじゃん確かに言われてみたらふんふんありがとうかわいいのがいっぱいあるんだねクマねちょっとあんまクマだと思ってない人いるってせっかく描いたのにまあまあまあねクマだと思えばクマですよそんなもんはふう眠たくなってきたなあと40分何話す？40分何話す？さっきみたいに質問していいよ。アナさんは喋ることなくなっちゃってるからね。こんばんは。あ、こんばんは。カラオケは？なんか喉ガラガラだからやめます明日もやるよできたら明日もってかこのウィーク中にはやるいっぱいは嘘何回かやると思いますおそらく あんなメガネどこやったっけなあんなさんメガネどこやった明日かポンコツは明日とかでも明日とかでもいいし何でもいいですよ
今日もでも声が良かったら歌えたけど、声ガラガラのポンコツなんて可愛くないでしょちょっと笑うとなんか喉に引っかかるし、明日歌えたらいいかなって思ってます。お姉イヤホンありがとう。明日してくれんの？明日ポンコ、やなせレアさん始まった、やなせレアさん始まった、見たいな。イコラブさんの曲、イコラブさんの曲もね、歌えたり歌えなかったり、歌えたり歌えなかったりみたいな、そういうのがでしょ。ノイミーさんの最近さ、サマーチョコレート、サマーチョコレートをね歌いたいけど、サマーチョコレート歌いたいけど、アナさん未成年だからお酒の曲ダメだよってお願いってた。溺れちゃったよあ、今日お姉が歌ってたやつじゃん。お姉歌ってたから歌わんアナちゃんのフラン行くね。大釜ありがとう、嬉しい。サマーチョコレート、ね、ワンツードロドロドロリベイビーとろけちゃってキャッチミーダーリーピューピューココアフワリーキュービキュービワンツーなんか眠れない夜にはお散歩やったーイカリングで、イコラブのイカリングで、披露してる動画が結構回ってきます。最近そのサマーチョコレート可愛い。イコラブの曲なんか歌えるのかな。イコラブ楽曲、絶対アイドルやめないでとかね、最近で言うとこれ、いろんな界隈から流行ってるよね。わかる？絶対アイドルやめないで、うん、お姉と同じ曲、ん、絶対アイドルですか？絶対アイドルって略し方違う。急な質問なのですが、好きなお洋服の急だね。好きっていうかよく買うお洋服、イングです。南のイオンに店舗があるイングってお店、私の好みです。イングは大体違う違う違う、イング知ってる？知ってる？なんか知ってる曲あるかなって今調べてます。だから歌詞よね。青春サブリミナルとかね、南のイオン、すいませんそう、新潟のね、南のイオンね。君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった、正直な自分。これもちょっと知ってますね、これ知ってます。イコラブ青春サブリミナル、これも知ってるね。シルク光る
キックスリーフィーリングに言うと思ってた、うん、僕たちには大人すぎる愛、なんかイコラブ可愛いよね、あの子コンプレックス。沈む船は踊らない、それでも孤独にさまよう、色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻してとかね。基本的にワンコーラスなら知ってますが、17分か、だーだー17、間違えた、切っちゃった。乃木坂の5期生さんでしたっけ。こんな近くで君を見ていられるだっけね、あんま分かんないけど詳しくないな。なんか5期生さん曲全部いいよね、合ってる、5期生さんで合ってるね。なんかセンター巡ってさ、巡って巡ってさ、その全部全員ができそうな感じがすごい個人的にいい売り方って、誰目線って話だけど、いいないいな、ファン嬉しいだろうなっていういいところを してきますよね、いいことしてますよね。私がファンだったら嬉しいもん、次誰かな誰かなっつってさ、自分の推し来た時の喜びったらないでしょうね。うわードキドキしてきた。バンドエイド剥がす、うん剥がすような分かり方してます。それはお姉が歌いすぎている。センター巡りは良すぎ。ラーメンはやっぱりあっさり醤油派。はい、最近はね濃いのも好きだけど、やっぱり醤油ラーメン一番美味しいからね。一番美味しいからね。まあラーメン何味でも基本美味しいんで。つばめさん来てくる、つばさん、つばさん系ラーメン、そう誕生日に見たなって、机の上は何も片付けていないのであります、まだ。これいいんですよね、全然クラッカーとかもあるしね。パン、そういうことです、片付けないと。分かってはいる、分かってはいるよ、片付ける。明日、いや明後日とか、明後日は何もないからね。明日はあの前座があるからちょっと時間ないかな。今週のエッサは、今週のエッサはどなたですか。ハッピーバースデーありがとう、もう過ぎている、思い出出すね。これNGT 順よね、とワンツーやめなさい。ワンツーだよってどういうこと。みゆゆは萌えなな、だ何メンツ。何メンツなの。みゆゆはもえなな、
つだろう。壁ごめんなさい。楽しみだね。ほい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 。みはるさんが卒業会の大人気メンバーすぎて。お忙しそうでしたね。ハロウィン順位何ですか？ハロウィン順位、ハロウィン順位ってなんだ、わかんないけど、ありがとうございます。あざといメンツ、磯崎奈々あざとくないけどなあざといの知らないだけ私が。うん、あざといのかもね。そう、毎週なんかお姉の収録とかが終わった後に、来週もじゃあ三原さん、じゃあ奈良さんお願いしますとか言って、スタッフさんに言われて、え、来週もって言ってましたもん。来週も大変だと思って。ファン祭りの話、え、めっちゃいいね。ファン祭り話めっちゃ熱、激熱、みんな聞かないとだよ。裏話とかあるかもしれない。お姉はあざとい、どう考えてもあざとくないでしょどう考えてもどこにあざとさがあるんだって話じゃない。怒られるこれ KMT に、ごめんなさい、先に謝っとこなんだこれ、あ、間違えた、間違えた。なんか今日のメールで言ったけど、無理しないでねって言ったのに、なぜか1日目この時間に1位になっている。ありがとうございます。みんな今日美味しいご飯食べました？美味しいご飯食べました？今日私にタワーを投げる前に。美味しいタワーじゃ、美味しいタワーじゃないや、間違えた。カレーいい、カレーいいね。じゃがいもは入れてくださいね、カレーには絶対。これから肉焼きます。いいね、肉か、ちゃんと美味しいもんだ。あ、よかったよかった。お昼に焼肉いいね。そんま、うなぎ、月末の給料日近いからちょっとなかなか生々しいね。マックにしました、月見ラスト。もうそんな月見ラストの時期か。食べたいけどダイエットだ。ピーマンの肉詰めおー、ちょっと食べたいな。サムギョプサル、お、本場だ、本場のサムギョプ、サムギョプサル、サムギョプサル美味しいね、サムギョプサルね。あー、月見バーガー食べてる人いるよ、また。私は食べてません、月見バーガー。てか人生で食べたことないですね。そぼろ丼、私も一時期2ヶ月前くらいにそぼろ丼激ハマりしてました。サーモン焼いた、それはムニエルかな、それとも焼き鮭かな。私今日めっちゃお寿司の気分だったんですよね。私今日私今日めっちゃお寿司食べたかったんだよな。青いマックでアンナちゃんのメセカもらいました。ありがとうございます。こちらこそ、一生懸命早く書いたやつ、結構すぐ書いたやつをすぐ渡されたと思います。お寿司食べたい。お寿司っていうかエビ、エビ食べたくて。公演後にお寿司でも食う、羨ましいね。お寿司食べたいね。カニは、私カニ、お寿司だったらカニよりもエビの方が好きです。私結構エビファンなんですよね。だからってファンマークエビにしないでください、勘弁してください。
ボイル、うん、生赤エビとかが、おー、リコチさんから始まった。赤エビとかが好きで、まあ、虫も好きだけど生の方が、甲殻類姉妹みたいな感じで言われたら嫌だからあんま言いたくないけど甘エビ、甘エビも好きです。なんか小さい頃はそんな好きじゃなかったんだけど、最近ね食べれるお寿司の種類が増えてきて美味しいです。甘エビね、エビか、やだ、ウニは、ウニはアレルギーですね。あ、どうも、お菓子くれてる。魚卵が食べられないので、イクラとかウニも食べられないですね。エビになる、ならないエビにはならないな、そこはな。魚卵生態、そうです、そうです。でも食べたいとも別に思ってないからね。なんかさ、一番嫌なのはさ、前のなんだっけ、前のさ、前まで食べられてたけど年取ってアレルギーの症状出て食べられなくなったとか、大好物だったものがさアレルギーになったら本当に嫌じゃない。私はちっちゃい頃から食べてないし、アレルギーだって分かってるから別に魚卵食べたいとも思わないけど、それ嫌だよね。私がエビアレルギーになったらどうしようと思って生きてるもんね。美味しいからさ、自分の好きなもの食べたいじゃん。エビについてる卵は、なんか基本的に魚介類の卵は食べないようにしてます。ホタテとか食べ過ぎて、なんか卵かけご飯無理になった。あ、わかる、めっちゃわかるめっちゃわかるな、それ。あの手軽さとに保証される美味しさゆえ、卵かけご飯めっちゃ食べる時期あるけど、食べ過ぎて無理になりますよね。あんま食べ過ぎるもんじゃないんですよ、卵かけご飯って。そのなんならいっぱい、ご飯一杯の3分の2食べたら飽き始めるし。牡蠣は、牡蠣ね、牡蠣は牡蠣フライとかなら食べてる。生牡蠣を食べたことはないです、多分。カキフライなら、ハマグリ、貝類もあんま好きじゃないですね。つぶ貝、ホタテくらいかな。そのアサリとかにたまにある砂とかがちょっと嫌で貝類あんまり。お姉ちゃんは牡蠣好きみたい。そうなんです、お姉はめちゃくちゃ牡蠣好きで、生牡蠣もピュルンって食べるんで。でも私はその美味しさをあんま知らないから羨ましいとも思わず。寺玉、ホタテ食べます。ホタテとつぶ貝が私の貝の2大トップです。あと見た目がグロい貝はちょっと食べれないかな。一番好きな魚介類、うーん、魚だったら、まあ難しいな、ちょっと白身魚が好きです。サーモンとかタイとか淡白のやつが好き。マグロ系はあんま食べない。ちょっとこんな話したら食べたくなるじゃん。縁側、
側はチャレンジしたことはありますけど、レギュラー入りはしなかった。私のお寿司のルーティーンで頼むもののレギュラー入りはしないくらいかな。美味しいけどいっぱいは食べない。サザエも無理。サザエあんま食べたことない。補欠くらい、補欠にもならないかな。ごめんなさい、縁側好きな人いたら申し訳ないけど、その脂っこくて、ヒラメ、ヒラメってあんま食べる機会ないな。3群ぐらい、そのぐらい。美味しくないって言ってるわけじゃなくてそう、私結構お寿司さっぱり求める人なので、油ちょっと、やっぱしめ鯖、しめ鯖はお父さんが食べてる。アンナさんはあんま食べないかな。そうそう、そんな具合なんですよねお寿司買ってください、お母さん、お母さんお寿司買ってください。大トロより赤身派かな。そのまずあんまりマグロ食べないマグロ食べなくて、あー流れ星、マグロ食べないんです。ママお寿司買ってダイエットだよって怒られますね鮭、知り合いにお寿司屋さんの家があるんで届けます。お、お寿司屋さんの家があるってなんだ。お寿司屋さんやってる知り合いがいるってこと。すごいすごいな。私がこの人生の中で結構残ってる、印象に残ってるのは、富山の、富山に行った時にお寿司屋さんに入って、なんだっけ、エビのなんだっけ、何エビ、富山のなんだっけ、白エビ、そうそうそう、それの軍艦みたいなの食べたんですよ。おいしくて、それがめっちゃめっちゃ美味しくて、それちょっと今でもね思い出せる味、それ持ったわ。でも今でも印象に残ってる、うわ美味しかったなそういえばって思い出す。そう、富山メンバーは麻生樹奈と吉原メリーです。富山出身。美味しそうね。あ、ポイスターだった。そう、結構でも食べたのは前だから、もう一回食べたいです。ポイポイン、富山湾の宝石、ええー、ね、透明綺麗だしね食べたくなった。来たね、9時前だよ、47分、時間を示してきた。ごめんなさい、食べないです、食べないですよ、安心してくださいアンナちゃん FGT の宝石食べてます。嘘をつかない自分だけです、それ嘘をつかないでください、恥ずかしい。何時にやめよう、21時にはエサーか、21時前には終わりました。55とか、もっと後にするか、58か、その都度時報ね、ありがとう、ギリまでぜひ。じゃあ58かな、58に終われるように56か7で、6か7で男女を読みしたいと思います。
余裕持ちつつ撤退。はい、はい、そのなんか、そのなんか明日どうしよう。本当朝できたらいいけどさ、朝できないんだよね私、メイクしないと。だからメイクしないとなるとマスクしてなら起きれたらみたいな、できるかもしれない、マスク。お姉もマスク配信してたよね。すっぴん無理、本当に無理。そう、起きれたらが前提、起きれたら前提のメイクしないからマスクつけの配信できたらな。起きれないでしょ。うん、本当そう、起きれない。公演後に楽屋でみんなで、公演後ってなったら何時になっちゃう。9時ちょい過ぎ、あ9時、もうそんなんで終わんないか、9時半過ぎぐらいから始めてって話になっちゃう。30分しかできない。メイク配信だけは本当にしないです。メイク配信は本当にしないです。9時前くらいには全然始められない。9時半とかになる、平日だから。お姉毎日やってるじゃん。そう、お姉はメイク配信常連者だね。でも私は本当にすっぴんを見せるのが本当に本当に嫌なんです。あー、ごめんなさい。終演後に楽屋でもダメなの。できるとは思います、できるとは思うんだけど、9時半から始められたとして30分だから、まあ、みんなが残るならやろうかな。充電が 10% を切りました、やばい。まあ、みんなが残るならやろうかな。9時半ぐらいからじゃ聞いてみる、後で、てか明日とかチャットでお知らせしますね。はっ、何やってるの、え、何やってんの。あんまり細かい時間言わない方が。確かに、確かにって、なんで、ごめんなさい、なんで。何やってんのグッチさん。ありがとうございます。タワーちゃん、どうし、ありがとうございます。いっぱい飛んでたな、クマが。え、無理しないでって言ったのに。無理してないのか、10連か。ねえ、何やって、ありがとうございます。発色のいい緑にします。すごい、終わりの時間とか予想するやから。ああ、そういうことか、安心してください、そんな治安の悪い方々いないです。安心してます、私は皆さんのこと信じて。なんてこと、早めに終わればよかった、ごめんね、こんな、ありがとう。いや、全然今回は見る線かなみたいな感じ出してたのに、メールの返信とか。トレビアン、ありがとう。確かに言われてみればね、期間ランキングって何ですか。無理しな
ありがとう。見える？ごめんね。こんなイベントやるとこうなるから。ありがとうございます。見えますか？ありがとう。本当に明日じゃあ絶対に何を食べたか報告してください。嘘は厳禁です。あのすっごい豪華なもの食べてなきゃ許さない。ありがとう。今日だけのランキング、へえ、今日で1位になるといろいろ宣伝してもらえる、へえ、そうなんだ、すごい。それってでもさ、成人組があれじゃない、有利じゃない、最後までできちゃうから。ありがとう。頑張ってもやしより高いの食べます。勘弁して。もやしは食べないで。ごめん。ありがとう。ありがとうね。アンナさんはみんなにもやし生活だけはしてほしくないから、本当に美味しいもの食べようね。もやしレシピも期待。もやしレシピ誰得なの。もやしレシピ、まあそっかそっか。でも絶対そこまではさせたくないので、ラッキーウィークですから、ラッキーウィークを楽しんでくださいね。ありがとうグッチさん。ティッシュおいしい、やめて。ティッシュおいしい、やめて。もやしもおいしい、おいし、おいしくないって言ったわけじゃないんだよ。何かと一緒に食べればおいしいけど、もやしだけしか食べれないようなことはね、絶対にやめてほしいし。楽しみません。あ、よかったよ。お姉が詳しいよ。なんで詳しい。 KMT はもやしレシピ、みんなね、ポケットティッシュの天ぷら、それ本当に美味しいやつ、それって甘いとかそういうこと。かいわれ大根、あ、団長読みますね。ありがとうございました皆さん。13位亀仙人さん、ありがとうございます。12位のパパさん、ありがとうございます。11位まこいもさん、ありがとうございます。10位松和さん、ありがとうございます。9位スイッチさん、ありがとうございます。8位片山さん、ありがとうございます。7位ハルポンさん、ありがとうございます。6位日焼けさん、これどう読めばいい、日焼けさんさんさんってこと。ありがとうございます。5位リュウさん、ありがとうございます。4位竹友さん、ありがとうございます。3位のりさん、ありがとうございます。2位陽平さん、ありがとうございます。1位ぐっちさん、ありがとうございます。ありがとう。配信、料理配信見てみたいとか言った人いる？確かに料理配信するするとか言ってしてないしな。お姉に手伝ってもらおうかな。この期間中に料理配信できたらいいかもね。ウィークだし、ラッキーウィークなんで、料理配信できたらいいね。何作ろうね、しようしようね。じゃあ、わあ、虹、エスタコイサレディオが始まります。皆さん楽しんでね。おやすみ。ありがとう。今日はいっぱい、明日は本当できる時間見つけてやりたいと思います。ありがとう。おいしいご飯を食べてねみんな。ありがとう。おやすみ。待って、メール送るね。